こんにちは、金黒です。 Apple Pencil の先端のペン先の交換用のもので、エレコムから新しく透明なタイプが発売されました。金黒レビューチャンネル。 iPad Pro 12.9 インチの整備済み品を少し前に購入して、最近ようやく遅咲きながら Apple Pencil 第2世代を使っています。iPad Pro 12.9 インチとこの Apple Pencil の使い勝手がすごく良くて、特に第2世代になってタッチで消しゴムに変わるとか、あと充電も簡単になって、 Apple Pencil のかなり今ヘビーユーザーで使っています。例えばもうすでに手帳もこの手書きで書き込んでいたり、またちょっとした資料を作るのも Apple Pencil でいろいろ書き込んで資料を作っています。もうすでにアップルペンシル第2世代のヘビーユーザーになってしまったんですけど、まだ使い始めてまだ全然ペン先は傷んでいませんが、エレコムから新しく発売されたペン先で透明なタイプが出てるので、これちょっと気になって買ってみました。新しいこのエレコムのペン先は第1世代のアップルペンシルも第2世代のアップルペンシルもどちらも使えるようで、この先端のペン先が透明になることによって、実際にこの文字を書くときに、透明なだけに先端が見やすく書きやすいというふうにこちらの方のパッケージに書いています。金黒レビューチャンネル。Apple Pencil用の交換のペン先で、エレコムの透明なタイプを発売と同時に注文したんですけど、私は Amazon で注文しました。いくらで買ったのか、このレビューをするときに確認しようと思って Amazon のホームページを見てみると、買ったときは2436円だったのが、現在はなんと 11% 引きで2176円で売られています。値下げしてたんですね。ただどうも納期は今かかってるようで、私が購入したときはすぐ注文してすぐ届いたんですけど、今は納期が1週間から4週間程度かかってるようです。この透明なペン先、何気に Apple Pencil ユーザーに売れてるようで、もし手に入るようだったら試してみるのもありだと思います。この購入したものは分かりにくいかもしれませんが、ペン先が3個入っています。実際早速ちょっと開けてみようと思うんですけど、取り出してみると説明書がついてましたね。セロハンテープで貼り付いてました。あとペン先が3個なんですが、1個取り出してみます。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、非常に小さいペン先です。これ単純にこれねじ込んでやるだけだと思うので、ネジを回して取り外して取り付けるだけだと思います。こんな感じのペン先になりました。ちょっと分かりにくいと思いますので、アップの写真を載せておきます。実際書き心地試してみましょう。どうでしょう。なんか柔らかい感じに感じますね。純正のものよりもちょっとなんかこれ何ですかね、これ、書き心地として少し柔らかく感じます。ペン先を変えることによって本当に実際柔らかく感じるので、これだと長くアップルペンシルでずっと書き続けても手が疲れにくいんじゃないかなというふうに思います。筆圧もちゃんとちょっと太いペンに変えてみて書いてみると、筆圧に応じてちゃんとコントロールもできています。寝させて書いて、なかなかいいんじゃないですかね。結構このペン先標準のものより柔らかく感じる感じで、なかなか使えるアイテムじゃないでしょうか。長時間
Apple Pencil を使う人にとってはなかなかいいペン先だと思います。カネクロレビューチャンネル。 Apple Pencil のペン先を透明なものに変えることによって見た目もかなり良くなったと思います。やっぱりこの物ってこの見た目とかデザイン性ってかなり大事ですよね。このペン先が白いよりもこの透明な方がなんか愛着も湧きそうで、デザインが Apple Pencil が良くなったっていうのも嬉しいところです。実はこちらは初めて買った Apple Pencil 第2世代なんですけど、もう一本メルカリで中古のものも買っていました。私はなんか文房具といえば気に入ったものがあるといつも2本か3本買っちゃうタイプなんですけど、 Apple Pencil も中古ながらもう一本メルカリで買っちゃいました。こちらの方はまだペン先白なんですけど、2本ともこの透明のペン先で使っていこうと思います。カネクロレビューチャンネル。私はかなりの iPad のヘビーユーザーで、今は最近購入した iPad Pro 12.9 インチの整備済み品と、もう一つお出かけ用に iPad mini 5を所有しています。 iPad mini 6も実はどこまで注文していて、1月12日に注文していたのにもう3月過ぎて4月になったにもかかわらずまだ届いていません。 Apple の公式サイトだとだいぶ今改善されてて1週間程度で届くみたいなんで、もう買っちゃおうかなというふうに迷っちゃうんですが、もう3ヶ月近くドコモからの連絡を待ってて、どうせならもうちょっと待とうかなと思って iPad mini の6届くのを待っています。あと最近気になっていることとしては、もしかすると今年発売されると思われる無印の iPad なんですけど、ついに無印の iPad も今年出たとすると第10世代になって、10代目となるとちょっと無印の iPad も気になっています。大きいサイズの iPad と iPad mini 両方使ってて、もうそれはそれでいいんですけど、自宅でネットサーフィンするときに無印の iPad もちょっと欲しいかなというふうに今更ながら思っています。今年発売されると思われる iPad の第10世代なんですけど、 Apple Pencil の第2世代が使えたらもしかするとすぐ買っちゃうかもしれません。やっぱりこの無印の iPad は無印の iPad なりにいいところはあると思うんですけど、一旦この第2世代の Apple Pencil を使い始めると第1世代の Apple Pencil に戻ることができないので、ぜひ今年は無印の iPad が Apple Pencil 第2世代が使えると嬉しいなというふうに思っています。今回はエレコムから発売された Apple Pencil の透明のペン先をご紹介しました。また最近気に入って使っている手書きのアプリなんかもご紹介していこうと思いますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。